we go!はい、どうも、スワット小田急です。今回はですね、フラッシングライトやっていきたいと思います。フラッシングライト、どういうゲームかって言いますと、そうですね、警察、救急隊、そして消防っていう、その3つの仕事が、今のところ3つですけど、3つの仕事ができる、シミュレーションゲームみたいなものですね。ただ、シミュレーションゲームとしてはあんまり、まだ機能していない、まだアーリーアクセスなのでそこまでいっていないっていう感じなんですけど、今回はそれをやっていきたいと思います。ということで、まず今日はですね、オンラインプレイではなくてシングルプレイをやっていきたいと思いますので、始めますね。さあ、まずシングルプレイですね。このゲームまだアーリーアクセスの段階なので、そんなに銃とか、そういうものは使えないんですが、今のところ、だいたい警察では2つのミッションを行うことができまして、1つは、駐車違反の取り締まり、それともう1つが、逃走者を確保する、ミッションですね。これが警察の仕事であって、救急の仕事は今のところは一つありまして、それがもう本当に救急ですね。はい、救急です。交通事故の、救助ですね。そこで倒れている人の治療にあたって病院に連れていくというのが救急の仕事ですね。で、次は、消防。消防の仕事は、2つあります。一つは最も多いのが火事ですね。火事を消すには消火器かホースを消火栓につないでやるかというものがあって、もう一つは、閉じ込められた車内から救出する作業っていうものがありまして、これはあんまりないんですよね。あんまりミッションとして、まあ、今回は警察としてやっていきますが、まあラグインですよね、ものすごい。このゲームがラグいってわけではないんですが、録画するとラグくなるのはちょっとこのパソコンの特徴なのでしょうがないです。ちょっとそこら辺はちょっとご了承していただければと思うので、まあ、今回はちょっとここに今横に出てますけど、逃走車両のあれはしないので、ちょっとラグいので、で、まあ、まずこうやって車の中に入った時にですね、今回は基本的なことを言いますね。まず、K で、初期設定では K キーがエンジンスタートになりますので、K キーを押します。それでエンジンがかかりますので、動くことが可能です。で、次ですね。次、私の場合は1のボタンで、パトライトがつきます。これは無音ですね。で、2番を押しますと、サイレンが鳴ります。さらにこの状態でホーンのボタン H ですね、 H を押すと違うサイレンが鳴ります。まあ、何もない時に H を押すと普通にクラクションですね。で、まあシングルプレイではこのように NPC がいるんですが、ああやって歩いてる人のことを取り締まったりすることもできます。まあまだやりませんけど、あとは L キーでライトですね。これは夜の時ですが、夜の時はまだないので、そして今回は駐車違反を 1,2 件やっていきたいと思います。ウィンカーが9と E キーになりますね。で、 F キーで、ハザードランプですね。駐車違反、これまず今は2種類ありまして、駐車禁止のところと、消火栓の前を塞いでいるときは違反になりますので、ここの場合は消火栓の前に止まっているので、これは消防活動の、妨害ということで駐車違反の切符を切ります。あとはエンターを押していってやれば勝手にやってくれますので、今のところは。で、これで、はい、
チケットが貼られて10ポイントですね。このように渋滞が起きてますけど、 NPC がこう いますよね。でこう話すってやると話せます。で ID を要請、今まだこの段階しかないので、で こいつらをあの警察署にやることちょっとあのやってもポイントにはならないので見ないのです。そしてですね、初期設定の場合 C キーを押すことで一人称指定になります。これは車を運転している時ですね。でここにパソコンがありますけど、このパソコンを操作するためにはシフトキーを一押しするとこのように右下にマーカーが出てくるので、それをここに当てはめるんですね。でそこで右クリックです。そうするとこのようにスピードレーダーが出てくるんですね。スピードレーダー600って書いてありますね。でこれをオンにしたまま走ることで前方の車のスピードを測ることができるというものですね。まあ、かなりクソゲー要素の強いゲームとしてはかなりしっかりできてるなというのですね。今ちょっと消火栓のやつがありましたね。またさっきもう一つ赤い車があったんですが、それでここの消火栓ですね、消火栓を封鎖、言えませんよ本当に。アメリカの場合は本当はここの歩道の部分に色付けがされてあって、止めちゃいけないところは赤く塗ってあるんですけど、あとハンディキャップの方は青色のマークがついてるので、そこで見分けたりとかするみたいですね。はい、でここですね、パーキング禁止って書いてあります。あんまりこういう看板見かけたことないんですが、まあ、ここはパーキング禁止なので、この車を取り締まりたいと思います。この場合は駐車許可証無効とか道路を封鎖ではなくて、ここは駐車禁止区域に駐車っていうところですね。たまにそこ間違える方がいらっしゃるので、まあいらっしゃったっていうのは聞いたことがありますので。でも面白いこととしては、そうですね、まだアーリーアクセスなのでガバガバなんですけど、走ってこの看板に体当たりするとすぐ折れるんですよね。すごいラグい。よいしょ。はい、取れました。まあ、車でですね、こうやって駐車してある車にぶつかるだけでもうマイナス5ポイントになります。このポイントは別に今のところ何か問題がある、問題になるわけではなくて、ただの評価なので、この車は別に大丈夫です。特に問題はないです。しかしここに止まってる車に当たると、こうやってアラームが鳴ってマイナス5ポイントですね。さらに、走行中に看板を倒したりとか、そうするとマイナス1ポイントになります。でさっき服装とか選んだりしたんですけど、あれはまだ女性っていうものがないので、今のところ、あと市民はこのハゲのデブおじさんばっかりなのでしょうがないですね。ちょっともう本当にもう言い訳なんですけど、本当にアーリーアクセスなのでしょうがないんですね。で今回このように、動画を上げたのはですね、理由がありまして、まず、私はディスコードのこのフラッシングライツのディスコードサーバーを作りました。そこにぜひ日本人の方、フラッシングライトをやってる日本人の方に参加していただきたいのが一つ。でそれともう一つはですね、これを撮ってる時、そうですね、この日の今週に、テーザー銃 と、新しいミッションが追加されるんですね。それも踏まえてフラッシングライツ日本の方にも見てほしいなということで、このように動画を上げております。ただ私はまだ300人ちょっとしかいないありますので、果たして効果があるかどうか分かりませんが、ちょっとこういうね、ちょっと GTA みたいな感じですよね。緊急車両、緊急サービスの GTA みたいな感じで非常に面白いと思いますので、でまだこの
なんて言うんでしょう、設定とかかなりガバガバの部分がありますので、緩い部分がかなりあるんですね。だからそれかなり面白いんじゃないかなと思います。あとはですね、そうですね、初心者の方が覚えておくことが一つ二つありまして、まず例えば運転していてぶつかってはまってしまったって時、まずその時は降りるんですね。で、降りて自分が車を置きたい場所の前に立ちます。で、ここでエスケープキーを押してヘルプコマンドっていうところがありまして、このヘルプコマンドっていうのを押すと、2つ出てきて、キャラクターを、スタートポイントに戻す、ただし歩いてる時だけっていうのが下にあって、上に車をリセットする、キャラクターの前に車をリセットするっていうのがありまして、これを押すと車が、キャラクターの前に現れます。これで、スタックした時は外せますのでご安心ください。それとこれは車に乗ってる状態でもできますので、このように移動できるのでいいと思います。で、もし車が裏世界とかに行ってしまったって時も、あ、例えば自分が裏世界に行ってしまったって時は、こうヘルプコマンドでテレポートキャラクターというスタートポイント、これを押すとスタートするポイントに戻されます。例えば水に落ちてしまったって、ああもうちょっとで水没してしまうって時に、このヘルプコマンドで戻すってやるとすぐ戻ります。こういうことは覚えておいた方が、よりゲームが楽しく遊べると思いますので、はい、そうですね、もうちょっとこれぐらいですかね、今のところは。また今度テーザー銃などが追加されたら、あと、テーザー銃の他に飲酒運転、徒歩での逃走というのが含まれるらしいので、かなり今後のアップデートに期待ですね。はい、ということで、長くなりましたが、ありがとうございました。あ、そうですね、もう一つ、すいません、忘れてました。容疑者を確保した際は、ポイントを得るために、今回ちょっと無実な一般人使っていきますけど、まず話しますね。逃走者を、捕まえる方法は、コンプライアンスを100まで上げるっていうのがあって、逃走者を妨害して、それでコンプライアンス値が100になると容疑者が勝手に降りてきますので、とにかく容疑車両が逃走しないように妨害すれば大丈夫って感じですね。で、まずその容疑者を確保するときどうするかっていうと、この跳ねるって、ちょっと 日本語間違ってるんですけど、跳ねるっていうところで、調べます。調べると5ポイントもらいます。そして手錠ですね。申し訳ない、無実なのに申し訳ないですね。それでもう一回アクションで掴む。そうすると掴んでいきます。その状態で車のバックシートのところに乗せることができます。そして、それでまた取り出すときはアクションで掴む。そうするとまた出ます。そして警察署に着いたら、この人を、ここの部分ですね、登録っていうところがあります。ここでエンターキーを押して終わりです。今回はこれは無実の人間なので全くポイントは入りませんが、容疑者を確保した際は大体35ポイント、25ポイントぐらい入りますので、参考にしておいてください。ということで、今回はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。Discord のサーバーの URL は、詳細、そうですね、動画詳細欄のところに、説明欄のところに書いておきますので、そこから、参加してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。